スディルマンカップ2007は第10回世界国別対抗バドミントン選手権である。本大会は2007年6月11日から6月17日にかけてスコットランドのグラスゴーで開催された。中国が決勝でインドネシアを3-0で下して2大会連続6回目の優勝を果たした。世界各地から48チームが本大会に出場した。地理的には ヨーロッパから31チーム、アジアから11チーム、パンアメリカから3チーム、オセアニアから2チーム、アフリカから1チームであった。以下は、各チームの試合でのグループ分けである。参加国グループ7のモンゴルの出場自体により、グループ7はグループ6と合併されて、グループ6を2つのグループにした。下の表で使用されている略語は、以下の通り。 グループ A グループ B プレーオフ決勝トーナメント準決勝決勝グループ A グループ B プレーオフ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 ありがとうございます